今日は過渡期の車を紹介したいと思います。まあここにですね、まあ、ストラットが入ってる、まあ、それでこの車にはストラットターバーが、まあ、ついてるんですけれども、まあ、言ってみればですね、初代、レガシーからの流れを、まあ、組む車になりますね。ですからベースになっているのはこいつの場合は GDB 型のインプレッサですので、非常に運動性能は、まあ、スポーツ性能は高いんですけども、ちょっと積載性には少し問題がある。その代わり、ポン付けで6速 MT の、 しかも TY85 っていうですね、輪切りの構造の頑丈なやつが乗っかるっていうね、そういう面白い車になってます。で、当時の背景はまあ言ってみればですね、GGA という車があったんですけれども、この GGA っていうのはWRX のワゴンなんですが、セダンの WRX はナローボディと、まあ言ってみればワイドボディですよね。この2つがあって、 WRX 系には、そんなにすごくですねワイドではないんですけども、まあ、やっぱり見た目がフェンダーが膨らんでいるので、明らかに WRX だって分かる作り分けがしてあるんですけれども、ワゴンの方は今同じだったんですね。特にボディには変化がないので、まあ、だんだん売れなくなっていきましてね、元気はいいんですけども、初代のような、まあ、売れ方を、まあ、当初からしてないんですね。で、まあ、苦肉の策で出てきたのが、まあ、この車で、考えられないほど安かったですよね。今ならびっくりするですね。これ299万円でしたので、300万円をちょっと切って、出てきたということで、まあ、コアなお客さんには売れました。爆発的には売れてませんけれども、いまだにこういうのを探している人は多いですよね。まあ、ですから僕もこれはちょっと大事にですね、丁寧に面倒見なきゃいけないなと思って、いつも目をかけているんですけども、まあ、この後にですね、出てくるのが SH 型っていうやつです。これが SG ですので SH 型、まあ2005年、これは平成17年ぐらいの頃の車で、まあ、そこが過渡期ということなんですけども、その後はどうなるかっていうと SI シャシーってやつが出てきます。まあ、SI ドライブっていうのは、確かこれが平成18年ですかね、平成18年に、レガシーに乗っかって、出てくるわけですけども、これが平成17年ぐらいでしょ。で、この後エンジンがまず SI ドライブっていう切り替えられるやつになって、そのレガシーはマルチ、マルチなんだ、マルチリンクサスペンションなんですけれども、SI シャシーはそれよりもちょっと、まあ、簡略化されたサスペンションなんですね。使ってる部品も、当然金かかりすぎちゃ車両価格が高くなっちゃうんで、鋳物から板金物に変えたりして、でもちゃんと剛性は出せるようになっています。そういうものにこの SI シャシーっていうのに、変わっていくところで、これはちょうどその、つなぎ目の車になっています。で、まあ、この頃から次のインプレッサの話題っていうのはずっとですね出てまして、もうとっても面白いコンパクトハッチ、しかも WRC を狙っている、ね、あちらのレギュレーションが変わっちゃってセダンが出れなくなりましたので、ね、WR 化規定が変えられたので、まあ、それに向かって、車作りですね、骨格からやらないとダメですよ ね。突然今みたいにですね、全然車がもうない状態でね、無理やり合わせようと思ってもできないじゃないですか。だから頃は、まあ、そのレギュレーションに合わせてですね車を作ろうとしていたところが、まあ、すごいっていうのはすごいですよね。で、その
昨日お話しした ZR1 っていうのが、まあ、この2年ぐらい後に出てくるっていうんで楽しみにしてましてね、1.5 リットルのエンジンっていうのが、まあ、大体前のインプレッサーに乗って姿を現してきてるんですけども、果たしてその WRX っていうのは一体どんな風になるのかと、ね、いうのを非常にですね、ドキドキワクワクしながら待ってたわけです。まあ、出てきたのは非常にワイドだね。何しろこの時代になってもまだトヨタがね、お手本にするようなね、カローラ GR でしたっけ、そっくりですよね。秋代さん大好きだって言われるじゃないですか。でありがたいことだと思いますよ。だからそういうお店が今撮ってたランエボとかね、ああいうものが、まあ、まだもてはやされてるっていう言い方変ですよね。まあ元気だったというところで、じゃあどんなのが出てくるのか、セダンはどうなるんだろうか、2017年ですから、その後2007年ですね、平成19年、これが17年頃でしょ。で18年にSI ドライブが出てくるでしょ、レガシーの、インテリジェントレガシーでね。で、19年に、インプレッサのプロトタイプが出てきて、そいつが SI シャシーなんですよね。で SI シャシーの車になって、じゃあ WRX はどんな風になるのかとかね、マルチリンクをひょっとしたらね下ろしてくるんじゃないかなと思ってたんですけど、それは、そうじゃなかったんですが、かっこいい、5ドアはどんなやつだろうかと。で、楽しみに行ったのがニューヨークオートショーに行きました。でニューヨークオートショーのことについては今日のブログで、ちょっと書こうと思ってます。今日のブログでね少し触れますけれども、まああの頃はですね、今とアメリカもかなり状況が違ってましたのでね、今のような時代じゃない。何しろですね、戦える、満足に戦える車がない時代にね、それでも業績を落とさずに頑張ってやってた頃ですよ。鎌上さんっていうバイスプレジデントにニューヨークのヒルトンホテルまで来ていただいて、僕らに講演をしていただいたんですけれども、ね、鎌上さん見てらっしゃったので挨拶ありがとうございました。ご自分でねドライブして、ホテルまで来ていただいて、僕らも随分ね、とんがったことやってましたよね。でニューヨークまで車見に行って、そこにね、SOA の副社長に来ていただいてという、そういうね、それぐらい、ね、昨日紹介したインプレッサには、僕は期待を込めてたんで、だから行ったらですね、おい、目立つことをやるぞと。ね、まあ、昼間、そういう話を講演をしていただいて、アメリカの、サンベルトと、その時にねサンベルトとスノーベルトのこれが実態だと、売れてるところでもシェアは 3% ぐらいしかない、ね、サンベルトではもう0コンマ何パーセントのシェアで、ここをどう立て直していくのかっていうのを、まあ、考えてるっていう話でした。でフロリダなんていうのはサンベルトにありますから、フロリダってシェアがめちゃくちゃ低いんですけど、僕はそのフロリダからその数10年ぐらい前かにレガシーを買ってきて、現地のディーラーの様子もね、マッシー・ヤードレーっていうディーラーでしたけど、そこ行ってこれ売ってやるよって言われたんですよ。向こうから売ってやるよって言われたんで本当って買ってきたんですけど、面白いね、マネージャーでしたけど、そういうディーラーも見てて販売店のあることは知ってましたのでね、アメリカ伸びるなと実は思ってたんですね。でも、この大きさじゃダメですよね、これではやっぱり通用しない。で、インプレッサも少し大きくなってたんですけども、で、その夜ですね、なんかゲームやったんです、社員みんなで。で僕は実はですね、成田空港から行ったのかな、あれ、ね、出る時に鉢巻き買いましてね、日本とかね、一番って書いてあるやつを買って、モーターショーの会場で、インプレッサの横に立って写真を撮ると。で、
全員でやるわけにいかないんで、2人選ぶと。だから罰ゲームじゃないけど、やりたい人いるって言ったら、ね、大宮君とか山本部長なんかね、その場ではね、ヒヒヒってねやってますけどね、彼は容量がいいから逃げるんですね。でね、それはね、アメリカ人いっぱいいて、ステージにある車の横行って一番ってやれってことでしょ、ね、で、俺がやりたいっていう人は一人もいなかったんですね。じゃあもうね、このゲームで負けた人ってこれがね、その時のね、ね、記念写真ですけど、西尾くんがね負けましてね。この前にもね、ラリー車のね、 GDB のラリー車が置いてあったり、赤いセダン、普通のセダンが置いてあったり、したんですよ。で、そのラリー車の前でこうだん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 ね、大胆に彼もエンジンかかってきて、大胆になって、このお姉さんがね、ここでね喋ってたんですよ。でこのインプレッサーはなんだかんだって英語でうわーってやってたけど、聴衆が一人もいないでしょ。聴衆が誰もいない、僕らしかいない。そこ行って彼女話してる時に何やり始めるって、この、ね、変な日本人が来て一番っていう、ね、この日の丸にの漢字で書いたやつっていうのは、アメリカ人こういうの大好きなんですね、やっぱり。これ好きなんですよ。で、見た途端に嬉しそうに寄ってきてですね、このポーズを取ったので、自分からですよ、頼んだわけじゃないんですよ。いや、もう話してたらいきなりこうやって来てね、出るんで、記念にその時パチッと取ったんですけど、その時、まあ今とよく似てます。今も相変わらず、現行の S4 に相当するものには、向こうに、WRX の、6速マニュアルがちゃんとあるんですね。で、それは FA24 との組み合わせになっているんですけども、 STI は今ありません。でこの時も STI はないんですけど、ちゃんと日本ではこれセダンはなかったんですね。ハッチバックで SGT ってやつしかなかったんですが、向こうではその SGT にこのトランクをつけた状態で、デビューの時から、これニューヨークオートショーですから、デビューの時からWRX があって、で顔もこれ最初の顔でしょ、ニヤッと笑った面白い顔ね、悪のある独特のね、長く見てれば見てるほど好きになる顔ですよね。これニヤッと笑ってるね、ここ大きな穴がちゃんと開いてるセダンなんですよ。でこれがまあ後年ね、当時まだ森社長の時代でしたのでね、森さん、今 SDI にね、森さん、このタイプの WRX の、PGM やった森さんたちが頑張って、お前らもっと売れよってね、森社長から、森さん僕の見てるところで言われてましたよね。これの幅の広いやつ出さないとダメですよ、ハッチバックだけじゃダメですよってね、その時ちょうど森社長と秘書の添島さんといて、で、森 PGM と僕ともう一人誰かいたんですけどね、これを作ら、この幅広くしないとって、そうなんですよ社長って言ったら、ね、森博さんがお前らもっと売れよってね森社長から葉っぱかけられて、今思い出しましたけど、こういうね、ものがね向こうにはあったんですね。でこいつは SI 写真で、でもねはっきり言ってね、思いましたね、弱い。これは弱い、これでは弱いね、これでは弱い。でまだこの時は WR7 のね、後ろのその STI ですよ、ハッチバックの、全然まだね、予想だにできなかった頃ですから、こいつのねハッチバックがあって、セダンが、セダンもね日本では全然あるなんて思ってもなくて、ね、そんな時、まだこれ、あ、この時はまだ竹中社長だったかな、ね、竹中社長ですよね、確か竹中社長、失礼しました、竹中さん見てらっしゃるかもしれない、失礼しました、竹中さん、ということで、そんな話をですね、今日ふつふつとですね思い出しました。でこのね、刺激的な、これから夏に向かってね、ますます乗りたくなるようなね、車、まあ乗り手は選びますのでね。
ね、特にこれちょっとこういううちの若手社員の意見でねまとめてありますけど、ちょっとね、こういうのねリアストラットサーバーみたいな外しちゃうこれクスコのやつかな、ね、クスコさんのやつですね。まあだから物はしっかりしてますけど、このテインのねやっぱり車庫長のこのダンパーっていうねあのちょっとね独特 の, あの僕のポリシーとはちょっと違うものなんですけど、これはこれでねやっぱりあの支持する人いますよね。このスタイルがいいっていう人はこれは外せないですよね。ということで、天気も良くなりました。昨日一日降っててもどうなるかとことかと思いましたけども、明日は忙しいです。明日、5月最後僕出社しなきゃいけないので明日も早く起きて、今朝も良かったですよ。雨止んでて昨日は一日の陸と運動不足で、でもあいつ本当にね律儀不思議な犬でね、あれだけ土砂降りでもねあいつを出してうんちさせる時だけ小降りになるんですよ。なので無事2度ね排便させてご飯もちゃんと食べさせて、夜は昨夜は12時まで一緒に酒飲んでましたけども夜更かしをさせましたが、だからあの今日もちょっとね痛風の薬が切れてもう1ヶ月以上経つんで、なんとなく昨日足がうずうずしたんで明日はあの忙しいし、あのかかりつけ の, あの先生のところ夏が水曜日休みなのでさっき言ってちょっとたまには血取ってみるみたいなね、セールさん取ってみましょう。そういえばこの間レジストル通りを黒い犬を連れて歩いてたってシロさんですよねみたいなどこで誰が見てるかわからないでね、血取ってきましたけどね。であの血圧も正常、ああ血圧いいですね、尿も正常、何も何も出てないですね。でちょっとまたインシュリンだけね出過ぎてないかって見てくださいね。どこも悪いとこ今のとこないんですよ。ああそうです、よかったですよねって。前ではね結構数分の数値が悪かったりね大変で、ああねおかげでねカードが導入されていません。犬飼い始めてから本当にあの元気でありがたいですって言ったら、そしたらさっきのね寿司屋さんレジスト通りを真っ黒い犬連れて歩いてたという話になったんですけど、まあ今日は朝からねバンバンに走らせて、で昼もねちょっと走らせたんですよ。今日夜遅くなるかもしれないんで昼間のうちにと思って、そしたらやっぱりこの天気の下で真っ黒いボディはね熱持ちますよね、オーバーヒートしますんで、短期間で切り上げたんですけど、初めてね、足拭いている、いつも足拭くとするとこうふざけてね雨噛みしようとしたりするんですけど、コンクリの上が気持ちいいんでしょうね。バターって横になってね、でこうやって横になって手出してくる、ああ暑いんだなと思って手を拭きましたけどね。まあ昨日あの競走馬がね走り終えた後亡くなっちゃったってかわいそうですけど、そりゃね見てりゃそういうシーン見りゃみんなかわいそうだって思いますよね。そしたらなんかいろいろといろんな意見があっていいと思うんですよね。そもそも競走馬なんて賭け事してるのにかわいそうだなんて言うなみたいなね、偽善者めなんて言って怒ってる騎手の人からもと、まあ、分からんでもないしね、そういうのも、まあ、そういう、ね、一蓮托生ですよね。その人も分かって自覚してそういうことやってるんだから言われると不愉快なんでしょうね。自分もやってる当事者なんでね、やってた。競馬の世界ってファンはねたまらないですよね。僕もあの競馬はやらないんですけど馬はあの好きなのでね、昨日 の, あの馬の倒れたあの姿を見るとねやっぱりかわいそうかなと思いますよね。それがまあ普通はそれが当たり前の人間の感情だと思いますけどね。あの黒いうちも真っ黒くて結構でかいじゃないですか、バタンの敵を横になって見るとですね、それは気持ちがいいからやってるんですけど、馬がね
走った後あんな風に行ったらあれはショックですよね。昔あの福永っていう騎手がいて、あの落馬して下髪切って頭の骨も折れて大変で、でもあのもうそれで騎手には戻れなかったんですが、息子さんがね優勝したってすごい、あのすごい執念だし、お父さんまだ生きてて素晴らしいと思うんですけど、あの自分の前を走ってた馬が落馬したんで、それを避けようと運動神経いいですよね、とっさにパッとこのステアリングですよね、要するに操舵応答性ですよね、パッと避けたら運悪くその馬に倒れた馬に自分の馬が当たっちゃって落馬したっていう、落馬した時に下髪切っちゃったんですよね。危ないですよね、本当に命がけの仕事ですよね。で生死の境をさまよったっていう事件があったんですけど、事件事故ですね。あれだけの高速なね、あの見てったらすごいですよね。僕は競馬場には一回見たことないんですけど、あの速度すごいですよね、本当に。で馬は人間が作り出した生き物なので野生にはいないですよね。特にサラブレッドっていうのはそのためにレースのために作られた馬ですからね。だからまあ、あのある意味で全力で、みんなの前ですけどね、あの花道飾ってそこが死に場になったっていうのも、まあそれはそれでね、幸せだったんじゃないかと思うんですけどね。中村社長がね、スバルの中村社長がね、あの競馬大好きなんですよね。だから賭け事っていうんじゃないと思うんですよ。最もその賭けるっていうのは、だから賭けるから面白いんだと思うんですよね。ただ応援して賭けるわけでしょ。まあ、口の目的もあるんでしょうけど、この馬が好きだって言ってかけるわけですからね。まあ、中村さんが、競馬好きだっていうのは、僕は実はですね、営業をやってる、うちへ来てる頃なんか全然知らなくて、そんな趣味なんてあるタイプには見えなかったんですけど、まあ、社長就任するときにね、実は趣味は広報には、ね、言うなって言われてるけど、実は競馬ですって言われたときに、あ、なるほどなと思いましたよね。馬の好きな人っていっぱいいますよね。多分僕も見てあれハマりやすいんですね。僕もああいうね、あの速いやつにはね、ちょっとね、あのそれはなぜそう感じたかというと、今日昼に全力で走ったんで、やっぱり発熱して口からしか熱効果ができないんで、息が上がったらもうすぐやめるんですけど、今日は湿度が高いのと、あのお昼にちょっと日が出たんでね、ちょっとあいつにはきつかったかな、気をつけなきゃいけないなと思ったんですが、あ、何しろね、ものすごい速くなってます。あのまた犬の話はいいっていう人にはね、迷惑かもしれませんけど、また近日全力で走ってるところ、朝がいいですよね。朝全力で走ってるところ動画撮ったらご覧いただこうと思いますが、飛ぶ力もすごいんで惚れ惚れしますね。ね、この車もやっぱりその速い、こいつは真っ白ですけどね、白馬ですけど、速くてね、音出すやつはいいですよね。もうね、申し訳ないです、うちに来て土曜日来ていただくお客さんにはね、あいつ声がでかくてね、怒ってんじゃないんですよね。まあたまにはね警戒して鳴く時もあるんですけど、その仕草でね、ほとんどが俺のとこへ来てって呼んでるんですけど、うわん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 って言うじゃないですか。僕もここでいろんなことキーンってすることがあるぐらいでかいんですけど、そもそもシェパードの声がちっちゃくて鳴かなかったらですね、何のためのシェパードかと僕は思っちゃうんで、すいません、甘やかしてます。はい、もうこの、EJ、ね、20のターボに乗って、ね、音がうるさいってね、やっぱり言うのと一緒だと思うんですよね。ね、いやいやいや、じゃあね、つまんないんじゃないって思いますよね。爆音はダメです。爆音はね、オートバイみたいにねブラーっていうのはそれは僕は嫌いなんですけど、そうじゃないこういうまあエキゾーストの音として量子的で
的な範囲で良識的な範囲ででうるさいっていうのがいいんですよ。ヒヒヒってなるじゃないですか。こう思わずね、ホクソ N ってやつですね。ね、悪いことは分かってるけど。
ール&ツーがバシッバシッと決まるんですよ、そんなことで、参考にしてください、はい、RA 持ってる人、はい、ということで今日は、ね、気持ちよく、走らせていただきました。明日もよろしくお願いします。